よし、やっていこう。ファイナルファンタジー15エピソードプロンプト。6月の27日、配信。トレーラーで分かってんのは、チャプター何もだったっけな。列車に乗ってる時に、ノクトに誤って列車から突き落とされてしまって、で、その間行方くらましていた間のプロンプト単体のストーリー。なんかアラネアとかがね出てくるらしいんだけど、プロンプトってよく銃を使ってたから、この DLC ではプロンプトがなんだろう、 AR だとかその辺武器拾ったりしながらの TPS 戦闘らしいから、その辺の分野は得意っちゃ得意だから頑張ってこう。ニューゲームノーマル、ノクティスの旅に同行していたプロンプトは、その旅の途中で信じていたノクティスに列車から落とされてしまう。一人仲間を追うプロンプトは深い悲しみを抱えていた。列車から落とされて、その先に確かシバーが眠ってる地帯があったから、そこまで歩いてきてんのか、マジか。凍死しちまうよ、こんなところ歩いてたら。プロンプトはルシス王国の一般家庭に養子として育った。両親との関係は冷えていたが、ノクティスとの出会いを契機に自らを磨き、現在の彼らしい明るい性格を備えていった。これはあの FF15 のアニメかなんかの時、プロンプトまだ子供の頃は肥満体型だったんだけど、ノクトと出会ってからダイエットしてこんな青年に成長したっていう話だ。ずっと一人ぼっちだった。みんなと友達になりたくて
生まれた国を隠してでもみんなと一緒にいることを選んだ。でもずっと怖かったんだ。本当の僕を知られてまた一人ぼっちになるのか。リストバンド。ここどこ。すっげえジグナタス要塞っぽいな。ここジグナタス要塞じゃない。あ、音声ログ ME722 年7月8日記録。某方面から研究中の魔導兵の能力を飛躍的に向上させる魔導コア導入の提案があった。死骸を素材とした魔導兵は未だ安定性に欠け、実用化までの道のりは厳しい。だがかの者の持つデータがあればおそらく問題は解決できるだろう。死んでしまう兵士を廃し不死の兵で軍を編成するこの計画は何よりも優先させなければならない。我が帝国が世界を統治する崇高なる目的のために。バーサタイルってなんか聞いたことあるんだけど誰だっけ。お、魔導兵生産工場第一魔導兵生産基地が完成。所長には魔導研究の第一人者バーサタイルベスティア長官が就任する。この人さ、バーサタイルってさ、あれだよね、本編の最初の方にちょびっと出てきてあともう忘れ去られた人だよね。ルナフレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあればひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのはそなただ。だって記憶が定かだったら、だって最初の方ちょっと なんだろう、帝国の幹部の人たちが集まってるような場面でバンと出てきて、なんかいかにも強そうな感じで、それ以降一回も出てこなかったもん。なんだけど、いつの間にか死んでいたって設定にされたんだっけ。これ階段。もうなし。あ、ジャンプできない。メニューも開けないし。あ、確認。プロダクト ID 紹介中。ID0595-3234 確認。セキュリティチェック。ロスト ID。 何？当該 ID の確保、回収作業に入ります。それ、いいものを持ってるね。アデン、出ない。
ここどこだかわかる？いろんな呼び名があるんだけどさ、第一魔導兵生産基地とか、君たちが戦ってきた魔導兵や死骸を作ってる場所だよ。でも君の本当の家って言った方が正しいかもしれないね。お友達に殺されかけたんでしょ？父が。ここで傷を癒していったな。バーサダイル長官が君の孤独を埋めてくれるかもよ。バーサダイル誰？知らないんだ。会いに行ってみたらきっと面白いと思うよ。早くここを出て。再びアーデンさん登場で速攻消えて、思い出した、バーサタイルって人、魔導兵のその生産に関わってた人だ。でこの DLC に登場するんだ。よかった、忘れられてない。お、セルフィーショットとスターシェル。あ、TPS だ、ロックオンと射撃。オッケー。出口を探す。マップは、なんかマップの画面もちょっと違う。マップじゃない、メインメニュー。あ、写真は撮るのね、プロンプト一人でも。バーサタイル完全に忘れ去られたもんな、本編では。バーサタイル、そんな人いたのっていうレベルで。ハンドガン、ワールドマップ開けないし、ここジグナタス要塞じゃないかも。アイテムなし。シルベアイコン。お？シルベアイコンってか、自販機でキャンプポイント。自販機やキャンプポイントでは食事やセーブできます。オッケー。自販機前で休憩か。そんな休憩、そうなるよな。どうするじゃあ。ハイポ、誰かいるけど。あ、帝国兵。よし、ハンドガンで攻撃。あ、ロックオンしなくても撃てるんだ。やるか。はい、長押しで攻撃できるね。ハンドガン弾数制限なく使用することできます。ハンドガンだけでいいんじゃね。これで撃てる。魔導兵生産基地、マジや。あ、ログっぽい。 ME722 年10月21日記録。 ME722 年7月8日の記録通り、かの者の提案で魔導コアを取り入れた魔導兵と死骸を融合させる実験を繰り返した。確かに死なない人間を作り出すことには成功したが、どれも兵士と呼べるレベルには達していない。そこで私は別なアプローチを決意した。魔導兵の元となる地下市街に
人間を使ってみたらどうなのかと。これまで魔導兵の原材料に人間の使用が検討されたことはなかったが、死骸に侵される兵士は絶えず生まれている。死骸に侵させ機械死骸となった兵士からならば理想の魔導兵が生まれるかもしれない。他の者も言った。英霊の死を無駄にするなと。私も軍に携わった者としてその意気に応えたい。あの魔導兵が人間だったなんて。あ、じゃあ人間が使われるようになってるのが今のこの魔導兵だ。バーサタイルってこんな声若かったっけ？なんかもうちょっとおじさんのイメージだったんだけど、それとも若い頃の。危ない。見つからないように。若い頃のログか。スニークキル。近づいて喧嘩。今どう見てもさ、前にローリングしちゃったけど。オッケー、セーフでしたか。あ、武器ゲット。トゥバ。あ、こっちは段数制限ある。ほうほうほう。あ、ハンドガンは構えがないんだ。え、トゥバ使う。あ、またログだ。22年12月5日、記録。今日も魔導兵に自我の崩壊現象が発生。この半年兵士を使った実験はいつもここで行き詰まる。そこで私はさらなるアプローチを決意した。人を死骸化させ気化死骸を作り出すプラスモディウム、これを注入する対象を兵士から自我を持たぬ赤子にすれば状況が変わる可能性がある。時間がない。ルシスの脅威は去っていない。広い視野で考えねばならん。全ては帝国のため。今は個人的な感情に惑わされるべきではない。子供を実験に使うなんて。いいえ、赤ん坊を人造人間に、違う、魔導兵に。赤ん坊を魔導兵にしたの。これ構え、よし。やらなきゃ。あ、バレてるやん。よし。これ頭に当てた方がダメージ高いとかあんのかな。今だ。お、よし。ブレイクブロー。ブレイクブローって接近技かな。お、接近じゃない。すげえ。おお、接近してやるのがレイドキルか。で、トゥバがまた新しくなった。と、四角を押すと回避、長押しでしゃがみ状態。セルフィーショットってなんだ。写真撮るだけかい。え、しかも攻撃なし。スターシェルってのは多分あの本編で出てたあのなんだろう、閃光弾みたいな撃つやつでしょ。よし、で OK、 もう一人ハンドガン、レイドキルで、タマゲット。あ、レイドキルでも、レイドキルでも、トゥバをまた新しいものに、相手から奪える。と、トゥバで攻撃20回成功させる。お、ここにトゥバあるやん。
マップ上に配置されている帝国兵の武器も奪うことができます。本編でも結構そこら中に武器庫ってあったけどね、あれ拾うことできなかったからな。危ない危ない。詰めて、あってなんかいかにも爆発しそうなものある時あるけど、はい、爆発物を爆発させることで周辺の敵を一掃させることができます。 OK。 あ、遠い遠い。おりゃ、詰めよう。あ、全員倒した。つば補充。あ、後ろ。ちょっとリロードって動作がないのがちょっと残念だけど。あ、ランチャー。ランチャー大好き。はい、ファイヤー。さすがランチャーだな。あ、トゥバ捨てちゃうんだ。トゥバこっから補充できる。じゃあセーブポイントあったし、エピソードプロンプト第1回目ここまでにしよう。多分この流れだとバーサタイルは本編に出てこなかったから、プロンプトが倒したってことになるのかな。この後の行方が気になるけど、とりあえず今回は自販機前でここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。